皆様こんにちは。楽天証券の竹内です。このセミナーでは今後さらなる上昇が見込まれる日本株について掘り下げてご紹介してまいります。本セミナーは全部で3部構成となります。まず第1部は日本株期待していいですかと題して、ついに本格的なデフレ脱却へと向かった日本の現状と考えられるその要因、またその中で日本企業や投資家は何を考え、どのような動きをしているのかなど、今日本で起こっている現象についてエコノミストであるエミン・ユルマズ氏と、三井住友 DS アセットマネジメントで日本株の運用を担当しているベナ・カズヒロファンドマネージャーとの対談形式でお送りします。続きまして第2部では、ベナファンドマネージャーが実際に運用している三井住友 DS 日本バリュー株ファンド愛称黒潮を紹介いたします。ファンドの運用のポイントや組入れ銘柄の選定理由についてなどお聞かせいただきます。最後に第3部といたしまして、一株からお取引いただける楽天証券の単元未満株サービス株ミニのご紹介をさせていただきます。それでは早速ご覧ください。こんにちは。三井住友 DS アセットマネジメントで日本バリュー株ファンドのファンドマネージャーをやっておりますベナと申します。第1部ではようやくデフレ脱却を果たした今の日本経済について掘り下げてご紹介をします。対談のお相手は日本株マーケット事情に精通していらっしゃいますエコノミストのエミン・ユルマズさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけども、この日経平均株価出てますね、はい、バブル、89年の高値っていうのが今、視界に入ったかなというようなところですね。そうですね、この30年といったところを、どのように理解していらっしゃいますか。このバブルの前からというところからも結構なんですけども、こういった株価の推移ってどのようにご理解をしていらっしゃるんでしょうか。バブルの時の日本株っていうのは、世界の株式の時価総額の半分超えてたんで、それだけ異常な状況だったわけね。今アメリカ株のちょうど時価総額は世界のトータルの時価総額の半分超えてますけど、私はそれに対してはものすごく割高だと思います。一方で日本が当時はそれだけもう今のアメリカを超えるぐらいの勢いだったんで、その意味で言うと、今の日本株は逆にまだまだ割安ながらもこの史上最高値に近づいてきているので、私はおそらく本当の意味で日本株の人気が高まれば、もうこの史上最高値どころかもうあっという間に多分5万円ぐらいすぐ行っちゃうんじゃないかなと、そんな感じはします。あとはやっぱ株っていうのはサイクルなので、そのサイクルの中で小さいサイクルもあれば長いサイクルもあって、日本株の場合は、1878年にね、明治11年に投株ができて、でそこからだいたい40年間の上昇サイクルと23年間、1878年にできて、そこからは1918年、もしくは19年まではずっと上昇して、そこからですね、実は1943年まで、下がってるんです株は。さらにその今度戦後は一旦取引止まってるんだけど、1949年に取引がスタートすると、1949年から1989年まで40年間の上昇サイクル、さらにそこからは23年から2013年までの調整サイクルですね。でとなると今第3回目のサイクルに私たちが入っていて、これはですね、おそらく2013年スタートで40年続くとして2053年ですよね。そういう意味での、私たち超長期強気サイクルの中に入ってます。ここから、じゃあこの、傾向とか、日本に、投資なんかが、戻ってくるみたいなところで、じゃあやっと始まったところなんで、続くみたいな感じで見てらっしゃいますか。もちろん超長期サイクルなので、40年間のサイクルの私たちが、でも逆に言えば40年間のサイクルの10年終わりましたよ皆さん。だからこの10年で乗ってればこれ指数が3倍になってますからね指数で3倍ってことは個別株で10倍20倍はもうまんざらゴロゴロあるってことだから、逆にその10年間を
逃してしまった人はたくさんいると思 う、ね、はい、ちなみに私はあの2015年からずっと言ってますんで、乗れ乗れ乗れとやっと今になって皆さんがね、日本株がいいって、ね、言い出してきたんだけど、全員が言い出すとちょっと危ないんだけど、ね、まだまだちょっと疑心暗鬼なぐらいがちょうどいい、上がりやすい、うん、どうですかその海外の方の、うんうん、まあ、日本株の見方みたいな、このあたりって何かエミさんのところで話してますか？確実に関心が高まっていると思います。で、うん、ことにやっぱり中国に投資できなくなってきているので、はい、アメリカは、まあ、中国もアメリカに投資できなくなっているので、うん、これはもう明確にデータで出てますので、うん、まあ、その意味で、やっぱり新たな投資先として、まあ、魅力が高くて株が割安でっていうふうになると、そんなにたくさん国がいないんで、はい、逆にね、日本株への関心は高いと思います。ただおそらく知識はあんまりないんですよ。おそらく外国人がリサーチにアクセスできるのは、まあ、何社100社ぐらい、いや本当そんなぐらいですね、100社あるかどうか、うん、でその他 90% 以上のその株に関しては外国人は何も知らないという、そういうような事実、情報がないんです、うん、はっきり言って、まあ、私も本当になく、多分日本株のことを英語で発信した方がね、人気が高いんじゃないかなと思うんですけどまず日本人に買ってもらわなきゃ、私はだから日本語で発信してますんで、これ外国人に先に買ってしまうと、ね、高くなっちゃって日本人買えなくなるから、日本人にまず、ね、買ってもらって、その後に外国人に高く売れるようにね、私が促してますんで、まあね、まだなかなかね、まだまだ日本人でもね、日本株に対する見方は少しは変わってきてますが、うん、まだまだなんかアメリカ株がいいみたいなのね、うん、なりますね。私なんかはですね、やっぱその日本のまあ会社って、まあ、すごくその真面目だし、その何でしょう、変なことしない会社がすごく多いなというように思ってるんです。まあ、こういったような会社が、なかなかまあ評価されないっていうような、まあ、時期を過ごしてきました。で、なかなかその投資なんかもやりづらい環境っていうのが、まあ、あった。まあ、そんな中でどうやってその利益を出すかみたいなのをずっと考えてきたのが、まあ、この期間かなということで、30年、まあ、過ぎてしまったというところだと思いますけど、やっとね、まあ、この環境が変わってきたのかなというところは思ってます。やっぱインフレになったっていうのはやっぱり大きいところですし、まあ、これは投資なんかもですね、今までよりはやりやすくなってきてる。今基本的には筋肉質に、まあ、企業はなってると思いますので、まあ、これを、まあ、活かせるチャンスっていうのが今広がってるんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね。それからあとエミンさん、うん、まあ、今回その日本株の上昇の、うんうん、まあ、きっかけの一つにもなったかなと思ってますが、ウォーレン・バフェットさんが、うんうん、まあ、日本株へ投資したというところがあったかと思います。この辺エミンさんからはどのように見てらっしゃいますか？うん、まあ、バフェットさんはバリ投資家なので、まあ、その意味で日本というのは究極の、まあ、バリューの代表的なものじゃないかな。日本市場全体でバリュー株みたいなものなので、まあ、だってバフェットさんって日本で調達してしかも日本株買ってるんで、はい、そうですね、まあ、全然なんかリスクがないですよね。なんかやってることは極めて賢いっていうかですね、はい、まあ、バフェットさんに賢いっていうほどで偉い人物ではないんですけど、私はでも日本で 1% 以下で調達して日本で 3% 以上配当出してる株買うのってほぼリスクフリーで 2% 稼いでるよ、それだけで。でバフェットさんが買ったからって言って株が結構上がりますしねでそういう意味で考えると、まあ、日本って本当にゴロ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 なんかこういうバリー株が山ほどいるなと、まだ、うんうんうん、そうですよね。うん、このバリューっていうところに、うんうんうん、もう少し、まあ、焦点を今度当てたいなと思ってます。うんうん、はい、やっぱり今回そのきっかけ、もう一つのきっかけになっているのが、まあ、企業側の方でですね、まあ東証さんがですね、まあ、PBR の1倍割れの会社さんに対して、まあ、その改善の、まあ、対策を出してくださいねというような要請をされたというのは、まあ、これ本当に前代未聞だというふうに思いますが、これはそのエミンさんから見るとどのような捉え方をしていらっしゃいますか？
まあ、長年やっぱりね、結構一倍割れを放置してたっていうのはございますので、うん、はい、でもう、いくつか理由あるんですけど、やっぱりあとはその、まあ、日本、まず日本企業 の、うん、まあ、その IR 活動、はい、投資家還元は足りていなかったっていうのもありますし、はい、うん、もう一つはやっぱり日本は結構銘柄数が多いの で、ね、だから資金がですね、投資家の資金がその均等に、市場全体に行き渡ってなかったというのもあります。だから結局最初 の、はい、その、まあ、アメリカ人が日本株どこまで知ってるかとかね、グローバルな投資家さんは日本株をどこまで知ってるかの話にもここつながるんですけど、はい、うんうん、やっぱり知らないと投資しようがないん で、 そ う、 で、ね、そうなると、はい、その要は局所的にその資金が集まってその他に行かなくなるみたいな現象が日本は起きやすい、やっぱり、はい、そうですね、その結果かなと、うん、だから一つの要因じゃなくていくつか要因が重なって PBR1 倍未満が多くなったんじゃないかなって気はします、うん、そうですね、なかなか、まあ、まあ、合唱連行が、うん、まあ、進んでこなかったっていうところも、まあ、一つには、うん、まあ、背景としてあるのかなというふうにも思います。まあ、日本のですね、まあ、PBR1 倍割れの、うん、まあ、企業数というのが、うん、まあ、約半分ありますよというところで、これが、まあ、アメリカとかヨーロッパに比べて、まあ、非常に高いというところですね。でまあ、ここを、まあ、もう少し、まあ、是正を、まあ、したいというところが、まあ、東証さんの、まあ、意思なのかなというふうに思いますし、私なんかは、これはですね、やっぱりその魅力的なマーケットにしないと、うん、やっぱり東証さん自身の価値というのもですね、うん、なかなか上がっていかないというところもあるので、まあ、こういったことを要請されたのかなというふうに思ってます。そうですね。それからROE というところ、うん、まあ、このところにつながってくるんですけども、まあ、PBR を上げるために ROE をまあ上げましょう、まあ、こういったような話も出てきました。この ROE というのはですね、うん、まあ、こちらにも出てますように、うん、まあ、純利益を純資産で、まあ、除したもの、割ったものになります。で、どれだけですね、純資産を使って、まあ、効率的に利益を上げられているか、まあ、こういったことを、まあ、示しているものになっております。で、この ROE がですね、まあ、上がっていくということになりますと、まあ、PR が、まあ、一定としますと、この PBR なんかもですね、ちゃんと上がっていくんですよということを、まあ、示しているということになります。うん、日本企業の ROE というのが、まあ、どういった水準で、来たのかというのを、まあ、ちょっと確認させてください。うん、まあ、過去ですね、その ROE は、まあ、あまり注目されていなかったということもあってですね、うん、まあ、非常に、まあ、低かったというのが実態です。ROE10% を、まあ、超えるような企業の割合というのを出しますと、97年だとですね 10% 強しかありませんでした。うん、これが、まあ、直近23年の3月期だとですね、43.6% といったところまで、まあ、上がってきているというのが、まあ、状況ですね。ただ私こんな全然満足してないんです。というのは、はい、うん、アメリカ S&P500 だとですね、もう全体で見た時に ROE がだいたい 20% 近くあるんです。うん、となると、まあ、この一番下に示されてます15以上のところですね、うん、まあ、ここがもうメインになってるんですよね、アメリカの会社っていうのは。うん、でも日本だとですね、これまだ 20% ぐらいですかね、これだと、うん、まあ、こんな感じに、まあ、なってしまってるというところで、まあ、もっとですね、ここをまあ引き上げることっていうのは、まあ、可能なんじゃないかなというふうに思ってますが、エミさん、このあたりどのようなお考え持ってますか？まあ、逆に言えば、だからこれが今後より改善されていくってことは、日本株の上昇ポテンシャルがあるという意味でもありますよ。そうですね。うん、はい、だからアップサイドがまだまだ改善の余地があるってことは、アップサイドも大きいということでもあるんで、うん、私はだから逆に、はい、その意味ではポジティブに投資家目線でね、うん、まあ、これから多分改善していきますんで、おっしゃる通り良くなるんじゃないかなと、そんな感じはします。あ、うん、逆にどうでしょう、うん、その日本企業がやっぱその ROE が低いというようなところって、うん、まあ、過去から指摘をされたと思いますが、うん、まあ、どういったところがその低い背景にあったとお考えでしょうか？まあ、一つはだからその、まあ、株主目線じゃないんで、あんまりそもそもその ROE そのものを気にしてないんだと、はいはい、うん、経営者としては。だから日本の場合はやっぱりその何が一番大きな問題かっていうと、まあ、上場してる会社でも別にあんまり株主目線で物事を考えてないんで、うん、はい、だからどっちかっていうとステークスホルダー
的なアプローチが日本企業の伝統的なやり方で、それはそれで悪くないんだけど、やりすぎちゃうと全く、要は株主をないがしろにした、なんかそういう株主がいないかのようなですね、会社経営になってしまいますので、うん、はい、企業がまあ、ROE をまあ意識するといったところで、まあどういったような影響がまああるとお考えでしょうか。まあ、そのまず自社内の影響もありますし、というのはそのよりまあ効率的な経営を行うことによって、まあ自社のまあ仕事がスムーズになったりとかですね、プロセスがスムーズになったりもしますし、あの余計なあのものが減るというメリットがありますよね。で、投資家にサイドから、しても、まあ、投資家に対しては私たちは あなたのことを考えてますよっていうね、そういうメッセージを発することになりますんです、はい、でさらに努力してますよっていうね、経営に関してはね、はい、そういうメッセージになるんで、まあ、とってもまあ信頼関係を築く上では重要なのかなって気はします、うんうんうん、日本人自身が株でなんか何か運用したり投資したりしてないんで、自分が株西じゃないと株主目線にはなりにくいんですよ、はい、これはだから逆に、ね、最近日本株が上がって日本株に投資している日本人の数が増えていってるのはとってもいいことなんです、はい、うん、全体的には要は企業、上場企業で働いている人たちも自分らが 株式に投資したり株主だって意識があれば、はい、より自分の会社の株主に対しての考え方も変わってくると思う。そうですね、うん、考えますもんね、どうやったら上がるんだとかね、やっぱりその利益を出すためにっていう方向に、うん、やっぱりマインドが向きますよね。そうだと思います、うん、だからその意味でちょうどこのタイミングでNISA枠が拡大されるのはとっても、まあ、追い風になるようないいタイミングでね、解除されるっていうか拡大されるんで、これが大きく起爆剤になりそうな気はしますね。で、ROE を上げるためにはじゃあどうしたらいいのというところなんですけれども、一つはこの分子にあります、まあ、利益ですね、こちらを上げるというようなところ、うん、もう一つが、この分母にあたります純資産のところをまあ下げる、小さくするというようなところ、うんうんうん、まあ、こういったところで、まあ、ROE をまあ上げていくというようなところが考えられます、まあ、利益を上げるというのはまあ非常に分かりやすいところで皆さんもイメージがつきやすいんじゃないかと思いますが、まあ、分母を下げるってどういうことかと言いますと、自社株買いというのはですね、このまあ分母をまあ小さくするような効果があります、まあ、こういったようなところでですね、今、自社株買いなんかもですね、まあ、注目がされているといったところになっています。これですね、 ROE を上げるためにはというようなところです。そうですね、うん、まあ、でもこれだから投資が動き出してからは結構変わってきていて、四季報の見出し の、 ページがあると思いますけど、でこれね、はい、一番左が一番新しいんだけど、まあ、見ていただきたいのは、はい、まあ、これ1位から10位までがね、2位を除いて全部ポジティブなんです。1位続伸、2位反落、3位上向く、4位連続増配、5位増配、6位好転、7位最高益、8位反発、9位連続増益、10位は連続最高益で、ああ本当ですね。そうで、これ会社見出しランキングなんで結構、まあ、前のやつも出ててすごく分かりやすいっていうのはあるんだけど、うん、ポイントはね、4位の連続増配と5位の増配なんですよ、はい、で3ヶ月前のね、23年2週春号見ていただくと、増配って言葉1個もないでしょ。はい、そうだから、これが何が変わったかって、やっぱり東証の働きかけじゃないかなと。あ、増配と連続増配でこれが上位に出てきてるということは、企業がこれに動いてるという意味なので、はい、まあ、見出しに出てるぐらいだから、ということはですね、これは今の日本株が上昇している背景の一つにも、こういった株主還元を増やそう、より株主還元を積極的にやろうという動きが起きている、うん、これはとってもポジティブな話。そうですよね、うん、いやもう本当に会社さん側もですね、うんうん、今すごく考えられてらっしゃるなというふうに思ってます、うんうん、で還元だけじゃなくですね、うんうん、もう株価とか、まあ、こういったところまで言及するような会社さんが出てきたっていうのも、うんうんうん、やっぱこれはその日本の企業でもすごくまあ変わったところじゃないかなと思います。そうですね、そう、うん、自分たちの会社の株が安いんだっていうことをおっしゃられる会社さんが出てきてるんですよ。今まで株はマーケットが決めるから知りませんみたいな世界で、うん、そうですね、言えないんだっていうようなところだったんですけど、
まあ、あの会社さんの姿勢も本当に、まあ、意識も変わってきてるのかなというふうに、まあ、これは多分だからその社員さんとかもね、あのより、今と運用しようっていう意識が高まっているん で、 いやそうです、ね、結構自社株買い持ってたりしますからね、自社株、はい、持ち株買いに入ってたりとかね、その意味ではよりやっぱり自分の会社の株価が気になり始めたんじゃないかなと、そんな感じはします。それではその ROE をまあ上げるためのまあ一つのまあ策としてまあ注目されている自社株買いですね、まあ、これの傾向を見てみましょう。このようにですね、2012年から取りますとですね、まあ一旦そのコロナの時にですね、減少ということはありましたが、今ではですね、その水準、2019年の水準も超えて、まあ、還元が拡充してきているというのをですね、まあ、確認していただけるかと思います。これで、まあ、今ですね、10兆円というような規模にまあなってきているかと思いますが、この規模ってすごい大きいと思ってます。というのは、例えばそのアベノミクスがまあスタートして、大体まあ2年といったところで、海外の投資家が日本企業、まあ、日本株を買ってきた金額として大体20兆というところのオーダーでした、うん、1年大体10兆円です。そういった金額がですね、うん、今実はコンスタントに企業側から、うんうん、まあ、出てくるというのは、まあ、すごくその日本株にとって、まあ、ポジティブな影響を及ぼすかなというふうに思います。うん、ただこれでもですね、うん、実はまだ日本企業の還元がまだ少ないと思ってますね。というのは、利益今50兆なんですよね、出てるのが純利益で。で、その半分程度をですね、配当と自社株でまあ出してるというのが現状です。うんうん、ただ、アメリカの会社さんは実は 100% ですよね。うんうん、あ、そうですね、うん、あの、まあ、全部を合算するとというような捉え方ですけども、そうですね、うん、でヨーロッパでも 70-80% といった感じで、まあ、還元が行われている。日本企業がじゃあどこに行くのかというのが、まあ、これから注目ですけども、うんうん、日本企業 の、 そのまあ強固なまあ財務なんかを考えるとですね、まあ、十分その70-80というところを、まあ、超えていける可能性というのがあるんじゃないかなと思っています。うん、そうですね、これは私の見方ですけど、ね、ミーさんこの辺なんか見方ございますか？多分だからヨーロッパぐらいにはなりそうな気はしますけどね。さすがにアメリカほど日本人は慎重なので、アメリカほどはいかないけれども、ただまあヨーロッパレベルには行きそうな感じはしますけどね。そうですよね。うん、まあ、ここからだからさらに 50% ぐらい、そうなるとね、今だって半分なわけですから、そこからだから、株主還元 50% 以上増えるってことは、これだけで、これだけで日経平均5万円ぐらいいきそうな気がするそういうなんかあの話するとね、話全部簡単にしてしまうみたいな、ね、せっかくメイヤーさんが説明してるのできれいに、これだけでなんか5万円ぐらいいきそうな気もするんですよね。いや本当にでも、うん、本当そんな感覚ですよ ね、 ね、あの金額のオーダーっていうのがすごい大きいっていうのをなんか分かっていただければなというふうに、うんうんうん、はい、思います。うん、私なんか変化にすごく注目をしてるんで、うん、あの今その日本企業はね、うん、すごく変わってるっていうのはすごく感じるんですよ。ただあのそこのアピールとか、そうですね、まあ、その変化をなかなか自分で言わないみたいなところもあってですね、うん、ありますね、はい、でお伺いするといやちょっと競合さんもいらっしゃるからみたいなことをやっぱり気にしちゃってなかなか言わないからあるんですけど、いやそれじゃあ伝わらないんですか、ね、というので、うん、あのまあ、企業価値上げるためになんかそのもっとアピールしていきましょうみたいなことはずっと言ってるっていうところです。そうですね、うん、まあ、そこも変わっていくんじゃないかな。だからある意味、うん、日本は確実にこれからはあの、まあ、世代交代もありますので、まあ、変わっていくと思うので、変わっていくことで今までが問題だったところが改善されていきます。でこれも結局その意味での日本のまだまだ要は、投資家に対するね、企業 の、 あの、まあ、やることがたくさんあるということは、はい、たくさん改善の余地があって、それがより日本株の上昇につながると私は思っている、うん、ある意味だからまだまだ全然あのやってることが足りない状態でこれぐらい株が上がってきてるんで、はい、期待感でね。いや本当ですよね、うん、企業側は、うんうん、まあ、こういったような感じに変わってきてるかなと思ってます。で私なんかもう一個ね、うん、言いたいのがやっぱりその家計というか、まあ、個人、うんうん、まあ、ここの変化っていうのが、うんうん、まあ、もっと、まあ、出てくる、まあ、出てこないとダメなんじゃないかなというふうにも思ってるんです。で、今ですね、まあ、出したのが、まあ、日本の、まあ、家計の、うん、まあ、金融資産、よく出てくるやつですね。そうですね、はい、で
90年のそのまあバブルの時を見てみましょうということで、今回その90年の時とまあ今とということで、まあ比較ということで出させていただきましたけど、見てください、この90年の時って株を2割持ってるんです。で投資信託なんか回すと大体まあ 25% ぐらいがまあこういった株とか投資信託に当てられたというところなんですね。で今はどうかっていうと、ここがぐーっと減ってですね、まあ、15% でそこ何に振り替わったかっていうと現金預金なんですよ。そうですね、まあデフレの時代はこれが正解でした、まあそうですね、ね、やっぱりその現金の価値っていうのがまあ高まるということでこれが正解だったと思うんですけど、インフレになったらやっぱり家計の資産もインフレ対応しなきゃねというふうに私なんか思うんです。そうするとやっぱりこの90年っていう方向のに、まあ、家計もですね、少し変わる必要があるんじゃないかなというふうに、まあ、見てるんですけど、エミンさんどうですか？うん、いやおっしゃる通り、これはもう私はずっと主張していることの一つで、というのはデフレマインドからね、日本人はインフレマインドに切り替えなきゃいけないそのタイミングに来てまして、おっしゃる通り、そのデフレはお金を置いていけばいいんだけど、まあ、それ自体はそのある意味デフレ時代においては合理的、経済合理性に沿った動きです。だから、ただこれがやっぱりそのみんなインフレを肌で感じるようになって、どん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 物の価格が上がっていってお金が目減りしてるってなったら、こう起きることが2つで、1つは資産運用としてやっぱり株式リスク資産の割合が増えるということと、はい、もう1つはより消費を先にしようっていうのが動くんで、はい、これどちらも株にとっては市場にとってはいいことなので、はい、日本経済にとってもいいことです、うん、という状況だから、私はこの株式の割合っていうのはあっという間に2割ぐらいまでいくんじゃないかなと、うん、やっぱりみんなより本当にスイッチが切り替わった時にはいくんじゃないかなと、はい、それだけでだって 10% が200兆円ですよ。そうなんです、ね、200兆円すごい額なんです、うん、そうなんですよね、はい、だってさっき10兆円の話してたじゃないですか。 それに20年分に相当するぐらいの額が一気に日本株に行く可能性は、もちろん日本株とは限らないかもしれないですけど、でも日本株上がれば日本株に行きやすくなる、行きやすくなりますっていうようなですね、のもある意味これもだからポジティブ材料です、日本株にとっては ね、はい、これだけ実は低い、つまり伸びる余地はあるっていうふうに捉えることはできるし、逆に日本人の一般投資家さんに対してもこれが多分だから これからの時代は自分の資産守らないと、資産運用しないと覚えないと、もうどんどんこれ目減りしていきますからね、お金が、うん、そうですよね、うん、いやだから過去は実は日本人投資が嫌いだとかいう話をね、うん、聞く場合もあるんですけど、そんなことなかったってことですか？いや、ないです、ないです、ないです。これは別に日本人が投資嫌いだとか向いてないとかじゃなくて、これ経済合理性に沿った動きです。ですよね、うん、そうです、そうなんです、うん、デフレだったからなんですよ。だから置いていけば価値が上がるんだから、それは資産運用になるもん。そうですよね、うん、で結局それをみんながそれが Z として動いてましたよと、そう、ね、消費なんかも後回しにした方が安くなるんだからとおっしゃる通りところでやったけど、今からは違うよと、うん、おっしゃる通りですね。そうですよね、うん、だからまあこういったところでもすごくまあ変化っていうところを感じながらですね、自分たちのまあ家計なんかも考えていただければなというふうに思います。そうですね。では最後に、まあ、日経平均の、まあ、先行きを、まあ、考えてみたいと思います。私なんかはですね、やっぱこの ROE が、うん、まあ、どん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 上がっていくだろうというようなところ、まあ、こういったことを考えますと、まあ、バブル後の、まあ、高値を、まあ、更新していく、まあ、4万円を超えて、うん、まあ、5万円といったようなところまで、まあ、行ってもおかしくないんじゃないかというような感じで見てますが、うん、エミンさんはどのような見方を持ってらっしゃるんですか？うん、いや私はあと30年したら30万ぐらいになるんじゃないかなっていやもう私は恥ずかしいですね、そんなこと言われてなんかちっちゃい男だなみたいないや、いいんです、責任やってファンドマネージャーやってらっしゃいますんで、私はそういう人のお金を融資してないんで、も自由に言わせていただきますけど、まあ、30万ぐらいいくんじゃないかなとね、軽くね、というふうにやっぱ思っていて、これ200ヶ月移動平均なんだけどね、はい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 、見ていただくと、これ戦前のチャートだとほとんど触ってないんですよ、もうずっと上昇トレンドで、さらに83年からも異常なほどの、うん、はい、
あの上昇率 でそれがやっと92年に戻ってくるんです、一旦。はいはい、そう、はい、で92年に戻ってからも実はこの、 あの長期の移動平均線で、推移していて、それを明確に割ってあのもっと下がったのはやっぱり2000年のこう IT バブルが崩壊した時なんですよね、はい、だからその意味で言うと今のやっぱりその上昇って2013年に新しい新冷戦と私言ってるんですけど、米中とあの米中対立ですね、アメリカと中国の対立、はい、そこからですね明確な上昇トレンドに入って、この上昇トレンドラインに沿って上がってます。でそのトレンドラインを大きく割った局面っていうのは実はあのコロナショックなんですよ。でもコロナショックでもちょうど200ヶ月移動平均線にタッチして戻ってるんですよね、はいはい、でこれ極めて強気なんですよ、チャートパターンとしては、はい、その意味で考えるとあの多分まだ日本株が上昇し始めて初動じゃないかなと思うんですよ、はい、うん、初動なんですよね、はい、おそらくその意味で、まあ、大いに期待できるし、さらにそれを裏付けるような日本経済の、はい、まあ、好調ぶりを示すようなデータっていうのはもう揃ってきてますので、せっかくなんで私持ってきたんですけど、ちょっと見せていいですか、そのこれね OECD の景気先行指数でアメリカと中国と、その日本、はい、で日本が一番上にあるんです、はい、でさらにあのコロナの時の状況を見てみると、日本がこの緑のラインなんで落ち込みもねアメリカと中国ほど大きくないんですよ、はい、コロナの時の落ち込み、まあ、つまりですね、はい、ある意味日本経済は低成長と言われながらも危機に対しては極めて強かったっていうのは、日本というのは確かにその好景気でそこまでインフレにはなってこなかったけれども、逆に景気が悪くなった時のデフレもそんなに大きくないんです、日本って物価がねそんなに大きく下がってない、下がってないっていうのはあります、うん、でもう一つちょっと景況感指数も見てみたいんですけど、はい、OECD のね、うん、これもね結構ね綺麗なね明確にトレンドが出てて、うん、はい、やっぱりその日本と OECD トータルとアメリカと中国を見ていただくと、やっぱり、ね、日本の方がいいんですよ今、はい、あのでアメリカ下がっていて中国も一旦戻ったもののもう一回悪くなってきてるので、うん、はい、まあ、その意味で、まあ、今の日本株の上昇も、うんうんうん、まあ、ファンダメンタルな要因、マクロ的な要因に、はい、あのその支持されながらも、うんうんうん、大きなテクニカルプレイが見えているという状況なのかなと、大きなサイクルの中にあるのかなと、そんな感じはします、まあ、これはやっぱりインフレとともにですね、まあ、さっき言ってた構造的な要因もありますし、地政学的な要因もありますし、いろんなものが日本株に追い風になって、それぐらい言ってもおかしくないなと。でだって私たちのこれ水準認識も変わってきてません？なんかもいや一昔まではさ、なんか2万円ぐらいだったじゃない？そうなんね、なんか意識してるのね、2万円超えたとか超えてないとかね、そんなレベルの話してたらあっという間に3万円がそのボトムになっちゃった。でこれ気づいたら4万円ぐらいがボトムになるんですよ、ね、いや、うん、もうだって、うん、ついちょっと前まで、うん、その4万円なんか話したら何言ってんのっていう世界だったんですからね、うん、そうですよね本当に、うん、まあ、あとちょっとしたら本当に史上最高値更新しますし、下手してもう4万円台にね行ったら行ったで今度はそこが多分ベースになりますので、うん、まあ、そういう意味で その日本株の、への期待度は私は高まってきてるんじゃないかなと思いますし、私も期待してますし、ダウンサイドは少ない、アップサイドが大きいと思う、うん、私は日本株に関してはそれが特徴。あ、わかりました。いや、うん、今日は本当大変勉強になりましたエミさん今日は本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは第2部は引き続きベラファンドマネージャーにご出演いただき、三井住友 DS 日本バリュー株ファンド愛称黒潮についてお話を伺っていきます。ベラさんどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ではまずはベラさんの運用されているファンドにつきまして、どのようなファンドなのか教えていただければと思います。はい、あの名前にもありますように、まあ、バリュー株、割安株での運用になってます。ただ、割安といってもですね、変化をする割安な株、まあ、これにですね投資をさせていただくのが私のファンドになってます。はい、変化をする割安の株というところがポイントになってくるのかということですね。はい、続きましては運用のポイントについて教えていただければと思います。はい、ポイントは、ここに表示させていただいてます3点です、割安、角度、ポテンシャル、この3つです。で割安というのがまずもう絶対な条件なんですけども、割安の判断というのは
私どもがですね、独自の指標であります PBR と ROE の関係、こちらで計算をしておりまして、割安かどうかというのをしっかりと判断をさせていただいています。そして変化に注目もしてますので、その変化しそうな角度、それからその変化した場合の大きさですね、ここから角度とポテンシャルということで投資を決めさせていただいているというファンドになります。はい、ありがとうございます。続きまして2023年7月末時点での基準価格について確認してみましょう。はい、こちらにありますように、7月末でですね、基準価格が31,381円といった状況になってございます。設定来でもですね、しっかりとトピックスを上回るパフォーマンスというものを獲得することができました。まず割安というところ、もうここにですね、しっかりと主眼を置きまして、もうここをブレずにやってきたというのがですね、こういったパフォーマンスにつながったのかなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。それではこちらのパフォーマンスにつながっていたということは、組み入れられている銘柄がどういうものかということが重要になってくるかと思いますので、ここから2023年7月末時点ですね、組み入れ上位10銘柄の中からいくつかピックアップして、その銘柄を組み入れた理由についてお伺いできればと思います。まずは組み入れ第1位の三菱 UFJ フィナンシャルグループにつきまして、組み入れられた理由についてお伺いできればと思います。いやー、これも見ていただいたら分かりますように、もうこのね、組み入れ開始があまりに古くてですね、はい、なかなかそれをこれだというのはなかなかお答えするのは難しいんですけど、まず基本的な考えとして割安だったというところがあります。そしてこの会社さんはですね、すごく強い財務の基盤を持ってらっしゃって、また特になんですけども、これが世界で見てもですね、強い会社さんだということで組み入れをさせていただきました。特に注目をさせていただいたのがですね、特にその組み入れの後だったと思いますが、モルガン・スタンレーさんへの出資、またこの協業といったところになります。アメリカのですね、この投資銀行といった価値はですね、非常に大きいというふうに考えてございます。これはなかなかその日本にはないような付加価値というものを持っていらっしゃるということで評価をしておりまして、この会社さんが非常に安いのに、そういったものを持っているといったところもですね、評価をして保有を増しているというのが状況でございます。はい、ありがとうございます。続きまして、こちらの銘柄につきまして、皆さんから先ほども少し触れていただいたと思うんですけれども、この会社の魅力についてお話しいただければと思います。はい、わかりました。まず、未だに安いですね。非常に安いということ。で、さっき申しました、このモルガン・スタンレーさんとの協業というところがですね、もしかしたらなくなってしまうんじゃないかということは、ちょっと懸念はしてたんですけども、先般、アライアンス 2.0 ということで、さらなる協業の進化ということが打ち出されました。そして今マネジメントの方にお話を伺うとですね、従業員の方にもその ROE の考え方がすごく浸透してきたとおっしゃっておられるんです。これはすごく大きなことで、全社ベースでの ROE を引き上げる要因にもなると思ってますので、ここからはすごく ROE の向上とともに株価上昇が期待できるんじゃないかなというふうに思います。あと、これはこの会社に限らずですけども、はい、銀行業のですね、業況がすごく良くなってきてるなというふうに思ってます。これはやっぱりインフレになってきたというところが大きなところと、あとは工場なんかの設備投資が出始めているといったところでですね、本当に基本的な貸し出しというところが伸びてきててですね、またそこでの収益も取りやすくなってきているような印象を持ってますので、ここは銀行業全体でもですね、私は今期待をしているところでございます。ありがとうございます。はい、続きましては次の銘柄ですね、日本電信ではいわゆる NTT ですね、はい、こちらの銘柄につきまして、まず組み入れられている理由についてお伺いできればと思います。はい、これもですね、非常に、昔から保有をさせていただいてますので、当時の組み入れ理由というのはやっぱり安かったっていうのが一番ですし、配当なんかもですね、しっかり出していただけるというようなところは大きかったかなというふうに思います。
特にこの時っていうのはリーマンショックの、まあ、影響が残っているような状況でしたので、まあ、安定的な業況でというところも、まあ、大きいなというふうに、まあ、考えてございます。はい、ありがとうございます。こちらの銘柄に関しまして、今後ベナさんが期待されていることですね、ぜひお伺いできればと思います。はい、この25分割っていうのは本当驚きました。まあこれ壮大な実験の一つになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、この成果っていうのはちょっとまだ私も測りかねてるというところなんですけども、はい、まあ、あの株主数がすごく増えて、まあ、日本の、まあ、国民みんなが持つような、まあ、あの株に、まあ、なる可能性を秘めてるというところで、まあ、そこの、まあ、効果みたいなところはすごく、まあ、期待をしているというところです。で、会社さん自体に、まあ、どういったか期待をしているかといいますと、やっぱり成長の、まあ、加速です。特に事業面でいうとですね、アイオンというものを今打ち出されていらっしゃるかと思いますが、これはですね、まあ、この会社が力を入れてきた、まあ、研究開発とか、まあ、基礎研究といったようなところ、こういったような成果が、まあ、出てる部分じゃないかなというふうに思います。これからはこういったところもですね、利益につながってくるというところを私なんかは期待をしております。はい、ありがとうございます。それでは最後に、一目からですね、伊藤忠商事につきまして、組み入れられている理由についてまずお伺いできればと思います。はい、こちらの銘柄、まあ、2015年からということで、まあ、先の、まあ、2つの銘柄よりはですね、まあ、少しまあ短めの、期間になってますが、これはでも、まあ、一般的な投資からすると多分非常に長いというようなところかなと思います。この会社もですね、まあ、すごく、まあ、変わった会社です。でマネジメントが変わって会社をすごく、まあ、変えられた企業さんだなというふうに考えてます。まあ、その成果が、まあ、どん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 、まあまあ、出てきたというのがですね、まあ、この期間だったんじゃないかというふうに思います。この、まあ、会社の、まあ、変化というところと、まあ、この会社さんが持ってる、まあ、力というところでですね、まあ、投資をずっと、まあ、継続させていただいてきたというところになります。まあ、足元はですね、このバフェットさんがまあ購入をされたということもあってですね、はい、まあさらにまあ株価というのがまあ上がってきているというようなまあ状況になっているかと思いますが、やってらっしゃることというのがすごくまあ真っ当だし、まあ、付加価値をまあつけられることだと思っているんです。やってらっしゃるのが特に力を入れている事業投資ということで、はい、単に、ね、投資をするだけじゃないんですと、ね、伊藤忠さんが、まあ、ある会社さんに投資をすると。でその会社さんの、事業の、まあ、拡大っていうのをグループを、全体でですねサポートしていって、まあ、やっていこうというようなところを一番きっちりできている、まあ、会社さんじゃないかなというふうに思ってまして、これっていうのが、まだまだ、まあ、続けられるし、まあ、グループとしての拡大っていうのを続けることができるんじゃないかなと。ありがとうございます。それでは、組入れ銘柄につきましてベナファンドマネージャーにご解説いただきました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここまで、三井住友 DS 日本バリュー株ファンド愛称黒潮につきましてベナさんから運用されているポイントですとか商品の内容、組入れられている銘柄等について、いろいろとご説明いただきました。楽天証券のホームページでも、こちらの銘柄につきまして資料等公開しておりますので、ぜひ、ご確認ください。ベナさん本日ありがとうございました。ありがとうございました。それでは3部では一株からリアルタイム取引、株ミニ、単元未満株取引投資についてということで私からお話しさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずは株ミニ、単元未満株取引というものがどういうものなのかということについてご説明させていただければと思います。まず、通常、国内株式のお取引をいただく際には単元株と言いまして、この図の左側の、ようにですね、1セット100株で、お買い付けいただく必要がございます。ですので1株当たりが2000円の、株式ですと、購入していただくのに20万円という資金が必要になってきます。しかし、右側の、単元未満株というところになるんですけれども、そちらをご利用いただきますと1株から、株式を購入していただくことが可能となりますので、2000円の銘柄でしたらその2000円という金額だけでお買い付けいただけるというような仕組みになっております。はい、
で、実際に、こちらですね、単元未満株取引というのを、ご利用いただいた場合に、こちらに出ているような有名な企業さんの株ですねに関しましても少額から、ご投資いただくことが可能になってくるというものになっております。まあ、例えばここに出ている銘柄の一つで挙げます と、ユニクロの、親会社であるファーストリテイリングさんですね。こちら株価が 34,910 円というような非常に高い株価になっておりますので、単元株で購入しようとしますと、まあ、最低でも349万円ほどが必要になるというところになっておるんですけれども、単元未満株取引を使うことによって、まあ、少額の 34,900 円ほどからご投資がいただけるというような内容になっております。続きまして、ここからは単元未満株取引の魅力についてご紹介させていただければと思います。まず一つ目の魅力としましては、分散投資がしやすいという点がございます。先ほどお話しさせていただいたように、単元未満株ですと、1株から投資がいただけますので、少額からご投資いただくことが可能となっております。そのため、使いご資金の中でも、例えば米国株式ですとか投資信託ですとかといったような他の商品と組み合わせてリスクを分散して投資をしていただくといったものにもお使いいただけます。魅力の2つ目としまして、1株でも配当金が受け取り可能というところがございます。こちら1株で配当金を受け取っていただくだけではなく、例えば配当金の受け取り以外に1株優待というのを実施しているような銘柄もございます。例えばここに挙げているような上信電機ですとか、まあ、大同ホールディングスと東京日産コンピュータシステムというような銘柄では1株優待を実施しておりますと。で、他にも1株優待を実施している銘柄もございますので、1株からご投資いただいて、まあ、優待ですとか配当というのを受け取っていただくこともできます。続きまして、魅力の3つ目になります。こちらNISA、新NISA にも対応しているという点になります。株式に投資していただいた際に利益が出たりですとか配当金を受け取っていただく際に、通常は 20.315% という税金がかかってくるんですけれども、 NISA ですとか新 NISA ですね、来年以降新 NISA ができますが、そちらをご利用いただきますと、こちらにかかってくる税金が非課税になりますので、よりお得にお取引いただけるということになっております。で、来年になりますと、成長投資枠というところで、NISA の年間の投資枠が240万円と、今よりも広がりますので、今後、さらにですね、便利にご活用いただけるのではないかと思っております。続きまして、ここからは楽天証券ならではの株ミニの魅力について、ご説明させていただければと思います。まず魅力の一つ目に関しましては、リアルタイムで取引が可能という点になります。こちら楽天証券では主要ネット証券としては初になりますが、単元未満株取引のリアルタイム取引を可能ということにしております。リアルタイム取引といいますのは、通常国内株式の取引をしていただくのが、午前中の9時から午後の3時までという時間になっておるんですけれども、こちらの中で株価が動いている時間帯に売買いただくことができるというようなことになっております。ですので、実際に相場を見ながら買いたい売りたいと思ったタイミングで売買をしていただくことができますので、まあ、買った銘柄をその日にご売却いただくようなデイトレードというようなお取引をしていただくことも可能です。さらに楽天証券では順次お取引いただける銘柄も拡大しておりまして、7月31日の時点でリアルタイムでお取引いただいている銘柄が546銘柄となっております。こちらも順次拡大しておりますので、ぜひ皆様の利便性が高められればというふうに思っております。続きまして、魅力の2つ目になります。魅力の2つ目は楽天ポイントが使えるという点になります。普段楽天市場でお買い物されている方ですとか、まあ、楽天トラベル、まあ、楽天ゴーラなどと楽天グループのサービスをご利用いただいている方、まあ、ポイントを貯められている方も今たくさんいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、そちらのポイントを使っていただいて株ミニ投資をしていただくことができるというような仕組みになっております。ですので、今まではなかなかちょっとリスクが気になるなとか、値段が下がったら怖いなといって株の投資に踏み切れなかった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方でもポイントを使っていただくことでお気軽にご投資いただけるのではないかというふうに思っております。続きまして、魅力の3点目になります。魅力の3点目は手数料が業界最低水準であるという点になります。株ミニでお取引いただく際に、買い付けのお手数料は無料となっておりまして、売却時に一律で11円のお手数料がかかってくるというような形になります。こちら業界最低水準となっております。ただし、株ミニのお取引の際は手数料とは別にですね、東証参考価格に 0.22% のスプレッドを加減算した価格で約定しますので、そちらご注意いただければと思います。
ここまでご紹介させていただきました単元未満株のお取引ですとか株未のお取引の魅力を踏まえまして、私からはこんな方におすすめではないかというふうに考えております。まあ、一つ目としましては、まずは少額で株式の投資を始めてみたいという方、二つ目としましては、投資信託はすでにお持ちいただいておりますけれども、それ以外に例えば配当金ですとか優待が欲しいというような方、三つ目としましては、まずは少額からデイトレードを始めてみたいという方、四つ目としましては、これまで高くてなかなか手の出しづらかった銘柄に投資したいという方、このような方々に特におすすめですので、ぜひご活用いただければと思います。ここからは、皆様が株ミーでご投資いただく際に参考にしていただけるような情報につきまして、ご紹介させていただければと思います。まず一つ目は、当社で、ご紹介させていただいております当社内での、株ミニの売買ランキングになります。こちらは一定期間のうちで、売買された金額が多いもの、買いの代金と売りの代金、それぞれ上位30銘柄をご紹介させていただいております。こちら、売買代金ランキングをご覧いただく際は楽天証券のホームページにアクセスしていただき、上のバーのところですね、右から2つ目のマーケット情報というところを選択していただいた後に、マリニのランキングというところを押していただきますと、先ほどの画面に飛びますので、ご確認いただければと思います。でランキングをご確認いただいて、すでにお取引いただいている方がどのような銘柄を買っているのかというのを参考にして銘柄選びをしていただければというふうに思っております。続きまして2つ目ご紹介させていただければと思いますのが、株ミの特集になります。まず、上段に出ているものが、株ミのレポート特集というものになります。楽天証券の投資情報メディア投資ルでは、株ミに関連するレポートも複数出しております。その中でおすすめの銘柄を特集としてまとめたページを作っておりますので、ぜひご確認ください。で、下段でございますのは、楽天証券内でNISAでも、おすすめさせていただいている株ミーでお取引できる高配当利回りですとかネガサバリュー株をまとめた特集になっております。こちらもぜひ銘柄選びの参考にご覧いただければと思います。こちらはですね、楽天証券のホームページにアクセスしていただき、1番で今囲われている株ミニというところを押していただきますと、まあ、大きく株ミニ単元未満株取引というのが出てきますが、その下にあるバナーをそれぞれ押していただくことでページに遷移いただけますので、そちらからご確認いただければというふうに思います。続きまして、株ミニですね、実際のお取引の方法についてご説明させていただければと思います。まず楽天証券にログインしていただいた後、メニューの左から2番目国内株式のタブをまず押していただきます。で続きまして出てくる画面の虫眼鏡マークの横のところに銘柄名ですとか銘柄コードを入力して検索いただければと思います。まあ、ここでは例として任天堂という銘柄を検索させていただきます。で続きまして銘柄の詳細ページが出てまいりますので、その中から単元未満買いのボタンを押していただければと思います。隣に買い注文というのがあるんですけれども、そちらではなくその隣の単元未満買いというボタンを押していただければと思います。で、もしここで進んでいく際に、単元未満取引の約款というものがございまして、そちらが、まだ閲覧いただいてない場合には約款をご確認いただく必要がございますので、同意して注文に進むというボタンを押していただければと思います。そうしますとこちらの画面に遷移しますので、こちらの画面で、まあ、注文条件ですね、リアルタイムですが寄り付きっていうのを選んでいただくのと、数量ですね、株数何株にするのかというところ、あとは口座ですね、特定口座、一般口座、NISA口座とございますが、そちらをご選択いただいてご注文いただくような形になります。はい、で最後に下にあります取引の暗証番号を入力していただきまして、注文内容を確認するというボタンを押してください。でこちらで注文内容のご確認が出てきますので、今一度ご注文いただく内容にお間違いがないかをご確認いただきまして、画面左下に出ております注文というボタンを押していただければと思います。こちらで注文は完了となります。楽天証券ではサービスがスタートした当初は PC ウェブでのみ株ミのご注文いただくことが可能だったんですけれども、直近では iSpeed でもご注文をいただくことが可能となっております。スマートフォン向け
アプリのアイスピードですね、はい、でこちらで現物、取引の買い注文の画面に行っていただいた後に、右上にプロシンプル株ミニと並んでるボタンがあるんですけれども、そこを株ミニというのをご選択いただくことで株ミニのご注文が可能になっておりますので、こちら非常にシンプルで分かりやすい画面になっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。例えばお仕事されている方ですとか、外出されている時でも、こういった携帯からでもご注文、していただくことが可能ですので、ぜひご活用ください。こちらで私からのお話は以上となります。まあ、単元未満株取引というのがスタートしまして、来年から新NISA もスタートするというところで、非常に使い勝手が良くなってきているのではないかと思いますので、ぜひ楽天証券で株式の投資を始めてみませんか。